はい、こんにちは、遠山徹です。秋アニメの放送開始日とか無料配信とかのスケジュールが、分かってきましたので、まあ、あくまでね、僕が個人的に秋から視聴していこうと思ってる、アニメを今回は紹介してみようと思います。はい。まあ、このチャンネルでは毎週のね、アニメの感想1話ごとにね、個別動画出してね、じっくり、語り合ったりだとか、まあ、ライブなので、今週のアニメ振り返ったりしてますので、まあ、チャンネル登録などしてご一緒いただければ幸いです。で、まあ、絶対にね、押さえていこうと思っている作品のですね、放送日順のスケジュール一覧、それから余裕があれば押さえたいっていう作品の、スケジュール一覧みたいなのを出しまして、その後に、まあ、特に注目している作品とか、絶対続編をね、見ようと思っている作品、それから、1話をチェックしておこうと思っている、オリジナルアニメについて、紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。まあ、あくまでもね、本当に個人的な、予定になっていますし、もしかしたら情報が間違ってるかもしれませんので、そちらまたね、教えていただけると嬉しいです。それではですね、やってみようと思いますが、まずはですね、秋アニメの、まあ、放送配信スケジュールっていうところで、僕がまあ絶対に、押さえておこうかな、見ておこうかなと思っている、作品はこのね、12タイトル、まあ、平家物語ちょっとね、特殊な枠組みにはなってるんでね、13タイトルに、なっています。特にね、黄色に塗ってるものはですね、まあ、絶対に3話まで見ようと、思っているものですし、星マークはですね、オリジナルのアニメになってますので、どういう風にね、進んでいくのか全然わからないっていうところの、楽しみがあります。はい。このあたりのね、作品を中心にですね、今回は概要をね、追っていこうと思います。で、まあ、タイムスタンプをね、作っておきますので、興味あるところに、飛んでいただいてもいいですしね、まあ、この部分に関してはもう見ること決まってるからネタバレいらないよっていう方はね、飛んでいただくのも、全然いいと思いますので、よろしくお願いします。それからですね、一応こちらはですね、まあ、オリジナルアニメじゃなくて原作ありなんで、そんなに自分はね、優先順位は高くないんですけど、チェックしてみようかなと思っている作品の一応放送日、順になります。これもまあ最後の方にちょっとだけね、触れてみたいなというふうには思いますので、はい、まあ、何かでねタイミングがあった方はちょっとね、見ておくのも面白いかもしれません。それでは、各作品、特にまずね、まずは注目、作品の、3作品紹介していこうと思います。はい、まずこちらですね、ブルーピリオド。はい、こちらは漫画が原作になってきて、ジャンルは美術ということになっています。で、まあ、ストーリーとしてはですね、絵を描くことの楽しさに目覚めた主人公が、美術を学んでいく話を描いた、まあ、青春群像劇ということに、なっていますね。はい、こちら10月の、ね、1日からもう夜からですね地上波されまして、ネット配信は、ね、ネットフリーと、なっていますので、はい、それ以外の配信状況がちょっと読めない感じなので、地上波でねしっかり押さえておきたい部分にはなります。で、まあ、クリエイター枠としては、今期ね、こちらの枠で期待したり、しています。な、物を作るっていう意味では、役ならマグカップをというね、そういう作品の続編が出てたりもするんですけどね。それからまあ、これの作品は新規の作品、新アニメの中で、まあ、続編じゃないね、新アニメの中では唯一ね、原作ありの作品として僕がね、絶対チェックしようと、そんな感じのことを思ってる作品ですね。はい。間違いなく3話までは見ようと思っています。まあ、美術ものということなんで、かなり期待はしていますし、まあ、あんまり青春度が強くなってくると、自分はちょっと不安になってくるんですけど、そういうこともね、なんとなくなさそうな気がしていますね。そんなわけでですね、まあまあそんなに詳しく調べることもなく1話見て皆さんと感想を共有していけたら嬉しいかなというふうには思っていますね。公式ホームページとかではなんかそれっぽい、名言っぽい煽り文とかもあるんですけど、まあこういったのは自分は結構個人的には本編で聞きたいよねこのセリフっていう風になってしまうことが多いので、公式ホームページもあまりチェックしていません。すいません、紹介しますって言いながら紹介全然できてはいないんですけど、はい、少なくともおおと思ってますので宣言しておきますので、はい、まあ皆さんもですね、見た後の感想をですね共有させていただければ嬉しいかなと思います。まあできたら、まあ、個別の動画を出すか、まあ、日曜日のライブの方でね、感想を皆さんと語り合っていけたらいいかなという風に思っています。ではですね、まあ、3つの、ね、注目作のうちの、ね、2つ目、はい、海賊王女ですね。はい、
こちらですね、まあ同じくオリジナル、あ、同じくじゃないですね。はい、こちらからはオリジナルアニメっていうことになってまして、まあ海賊ものであり若干ファンタジーものっぽくもあるっていうことになってますが、まあ冒険ものですかね。はい、海賊、王女、侍18世紀という、ね、そんな感じになっています。で、まあそのビキにあったストーリーからの抜粋で言うと、まあ少女フェナっていうのがですね、フェナですね、フェナが、まあ、18世紀のですね、航海中に父親と航海していたところを海賊に襲われて、まあボートで脱出した先に、まあ島に、たどり着くんだけど、まあその島っていうのが、まあちょっと政府が黙認している、娼婦断娼の島っていう場所で、で、10年ほどね、経ってですね、美しく成長したフェナはですね、島からの、脱出を決意して冒険が始まると、そういう流れのようですね。はい。で、こちらがですね、10月2日からですね、地上波で配信されるんですけど、はい、あ、ここ表示しとけばよかったですね。あの、こちらね、ネット配信がね、その FOD 独占配信なんですよ。ですので、まぁ、ちょっと、その、配信でね、FOD に入ってない人は見るのが難しいので、地上波のところをですね、まぁ、チェックして、まぁ、その、見逃さないようにっていうね、形になります。まあ、冒険ファンタジーっぽく見れるので、楽しそうですよね。はい。やっぱりこういう何が起きるかわからないね、オリジナルアニメっていうのを追っていきたくて、まあ、このチャンネルやってるみたいなところがありますので、はい。これは間違いなく追っていこうと思います。で、まあ、ちょっとだけ公式ホームページのね、トップ画面とかをね、ちょっと見ちゃったんですけど、なかなかね、いい雰囲気になってました。PV なども出ていますので、はい。こちらもですね、また興味ある方は概要欄にね、リンク貼っとこうと思いますので、チェックされてはいかがでしょうか。はい、これ3個目ですね。はい、まあ、注目、3つ選ぶならっていう中の3つのうちの3個目はこちらですね。はい、作眼、オリジナルの SF もので、まあ、冒険人間ドラマっていうジャンルみたいなんで、まあ、まさにこれはもう僕が、ね、チェックすべき作品だなと、勝手にね、めっちゃ勝手に確信しているものになります。一応、そのコンテスト的なところにの、まあ、優秀作品ですかねっていう、その原案小説自体は、あるんですけど、まあ基本的にはオリジナル、アニメと考えて良さそうです。まあその主人公の女の子の、声優さんが、まあ初主演、初アニメ初出演決定作品ですかね、になってるみたいなんで、その辺をね、応援していきたい人もチェックしておいてもいいのかもしれません。まあストーリーとしては、まあ岩盤に隔てられたコロニーっていうところで人類が、暮らしているね、遠い未来っていうことですね。で、外にはラビリンスと呼ばれる危険な未開地帯があって、そこを開拓する者たちはね、マーカーと呼ばれていると、そういう世界観ですね。で、マーカーを目指す少女と元マーカーの父親の、そんな物語みたいです。で、これ10月7日がね、地上波配信で、まあ、有料配信サイトもそうなんですけど、テレ東だけだったかな、そんなわけなので、まあ、多くの人が見やすいタイミングは10月9日なのかなと、深夜のいろんな枠でも放送されるし、一般配信も9日に始まるそうなんで、そんな感じになっていますので、まあまあ、個別におそらく動画1回目は絶対僕出すと思ってますので、8日ぐらいに出そうかなと思ってますので、はい、まあ、サムネで変なネタバレはしないように、気をつけようと思ってますので、はい、まあまあその分かる部分だけのサムネにしとこうと思ってますので、まあまあこの子の見た後にですね、すぐに、まあ僕の感想考察動画を見ていただくことも可能みたいな感じにはしておこうと、思っています。はい、まあかなり期待している、作品になっています。まあ今期、夏アニメで言ったら自分はこうサニーボーイなんかね、何が起きるかわからない作品として、見てましたし、それまでもオッドタクシーとかですね、ワンダイクプライオリティ、去年で言ったらデカダンスみたいなね、オリジナルアニメを楽しく追ってきましたので、作画もその枠に、入ってくれるんじゃないかなとものすごく、期待してる、作品になりました。はい、そんなわけでね、新アニメとしてのね、要チェック作品は3つは以上になります。続きまして、まあ、続編ではあるんだけど、まあ自分がですね、まあ3話までは見るよねと、思ってる作品がこの、4つになりますね。はい。無職転生と86はもう1話ごとにね、今までも追ってきた、動画も出してきた作品の、2期に、2クール目になりますので、はい。こちらはみっちり追っていこうと思っています。まあまあ、改めて説明はいいかなと、思いますが、86は配信状況っていうのもね、環境もかなりいいのでね、一緒に追っていくにはいいんじゃないでしょうか。
で、異世界食堂は、まあ、有名タイトルというかね、YouTube の方で1期が結構再放送されたりしていましたので、力を入れていることもわかります。あと、まあ、このタイトルの中に役もは若干ね、浮いてるかなと思うんですが、役ならマグカップもっていうところは、こちら春アニメでね、僕がめちゃくちゃ個人的に楽しんだ作品に、なっています。ある意味まあメディアミックスでもあるとは思うんですけど、漫画の方と。ただ、まあテレビアニメ、役ならマグカップをね、2期制作決定した時に非常に、喜んだものなので、今期も楽しんでいこうかなというふうに思います。まあ焼き物をする女の子の話ですね。はい。まあ、以上の7タイトルに関しては僕は絶対に3話まで見るぞと思ってますし、個別に動画を出す作品もね、いくつかあるんじゃないかなと考えています。では続きましてですね、まあ、オリジナルアニメなので1話をチェックしとかなあかんかなと思った作品をね、5作品挙げさせていただきます。一つはですね、デイジーミーツガール、こちらね、90秒アニメなんで、なんともちょっと言えないんですけど、はい、沖縄を舞台にしているものっていうところとオリジナルっていう部分ですね。で、まあ、地上波とともに、まあ多分無料配信もされるんじゃないかと、思われますので、こちらまあ見ていこうと思います。90秒なんでね、絶対言ったら何がコスパかわからんけど、コスパはいいはずですよ。はい。白い砂のアクアトープと合わせて秋アニメは沖縄枠の、アニメが2つあるっていうことになりますね。なかなか豪華ですね。次です。境界戦記でいいのかな。はい。こちらロボットアニメです。僕があんまりロボットアニメは見ないんですけど、これね、配信環境が、まあ、テレ東の後に MBS があって、で、10月6日にね、これね、YouTube の方で公式チャンネルからアーカイブ配信がされるんですよ。8時からね。だから、これまあもしできるんやったら、例えば同時視聴みたいな感じで1話皆さんと一緒に、ラジオチャンネルの方でね、同時視聴ちょっとしてみたいなと思ってますので、まあそちらもね、考えたりはしています。はい。まあ YouTube で見れるんやったら皆さんも見やすいかなというふうには思いますので、チェックされてみてはいかがでしょうか。次3つ目ですね。はい。タクトーパス、ね。なんかタコみたいな名前やなと思ったんですけど、かなり力入ってるっぽいですよね、この作品。で、ジャンルとしてね、僕がそのゲームとのメディアミックス作品はそんなにこう得意じゃないというか、ゲームをやらないので、なんですけど、まあ音楽とアクションのね、そういうジャンルみたいですね。で、まあアニメーション制作会社さんたちも、まあ多分こう有名なところで、気合張ってる感じが、あります。で、まあ10月5日に地上波と、まあその Amazon プライム、これ有料サービスなんであれなんですけど、でされますが、まあ3日ほど経ってからですね、各種配信サイトでも、出されますので、こちらで追っていくにもね、ちょうどいいんじゃないかなというふうには思っています。はい。まあね、1話は絶対見ておこうと思いますので、皆さんと感想をね、共有させていただければ、幸いです。4つ目ですね。はい。まあ、こちらはですね、逆転世界の電池少女でいいですかね。オリジナルのロボットアニメですね。はい。まあ、こちらも同様にロボットアニメは僕はあまり見ないんですが、1話はチェックしておこうかなというふうに思っています。まあ、配信開始、放送開始がちょっと、遅くはなっているんですけどね。はい。まあ、そういう意味では、まあ、今期のね、ロボットアニメはあまりピンとくるのがないなと思った方はチェックしてみては、いかがでしょうか。アベマの方でまあ3日遅れで放送はされる、配信されるみたいですし、一般配信もね、1週遅れでね、されるみたいなので、評判が良さそうなら、チェックしてみようっていう方もね、いるかもしれませんね。はい。最後ですね、平家物語。こちらちょっとね、その特別枠というか、今期追っていくというよりは、来期の地上波配信に合わせて、まあ自分は追っていってもいいのかなと思ったりはしています。はい。まあ言わずと知れた平家物語のアニメっていうことになっていまして、こちらが FOD 独占で先行配信っていうことになっていまして、1話がね、ものすごく評判が良かったみたいですね。はい。だからこちらはまあ2022年まで待ってから見ようかなと思ったりもしていますが、はい。どっかのタイミングで1話だけ見てみるのもありかなと、も思ってます。で、これがですね、言ったら FOD っていうことに、なってきますので、例えば海賊王城の方が、その地上波で見れる環境にないから FOD 入ってよっていう人は、こちらもね、チェックしてみると、面白いかもしれません。そんなわけでですね、まあ、その、要チェックではないんですけど、まあ、1話はね、見ておきたいなと思ったオリジナルアニメについて、まあ、5点ね、紹介させていただきました。
はい、まあ、あとはですね、まあ、原作ありの作品ですね、まあ、チャンネルの性質上原作ありの作品の優先度は結構低めです、あと、まあ、小説原作の続編を今期もう見ることが決定しているものがね、結構ありますので、小説原作作品で僕の優先度が高いものはね、あまりなかったんですよね。そんなわけで、まあ、こちらラノベ枠っていうところとナロー枠っていうところで、まあ、2タイトルほどね、チェックしておこうかなというふうには思っていますが、あとは、まあ、漫画作品、漫画原作作品がね、多くなっている感じで、まあまあタイミングがあったらとか、時間があったら余裕があったら見てみようかなぐらいの、感じではいますね。はい。まあ、舞妓さんちのまかないさん、日常料理物みたいな感じで、まあ、今期見るアニメの中で、このジャンルあんまり見てないかもなって思ったようなやつを抑えていく形に、なっています。はい。三角窓の外側を得るに関しては、まあ、ミステリーホラーっていうところだったりとか、まあ、ホラーコメディがね、よくわからないんですけど、見える子ちゃんとか、ギャグだとかですね。まあ、一個ぐらいはちょっと見てみようかなと思ってる、感じになってます。で、まあ、プラチナエンドはデスノートの、人ですよね。はい。デスゲームものの漫画原作ということになっています。ファンタジーデスゲームサスペンスですかね。はい。対象乙女、おとぎ話に関しては恋愛であって大正時代ということで、まあ、時代感の感じれるような、演出があったらそこは楽しめるかなと、思ったりはしています。はい。まあ、ルパンはルパンなんで、いいでしょう。一応はチェックしていこうと思いますが、まあ、これもオリジナルではあるんですけど、まあ、ルパンはルパンなんでね、なかなかね。あとですね、王様ランキング。これ、冒険ファンタジーものなんですけど、まあ、今期ね、まあ、言ったら唯一の、まあ、前の夏アニメで言ったら、平穏世代のイナテンたちとかがそうだったんですが、僕が漫画原作読んでるんやけど、アニメ1話チェックしとこうかなと、思ってる枠の枠ですね。はい。まあ、なかなか楽しい冒険ファンタジーになってますので、これちょっとアニメで1話どんな風に仕上がってるのか見たいなというふうに思ってます。なかなかね、面白い冒険ファンタジーですのでね。はい。まあまあ興味が持った方はですね、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい。一応放送日順に、並べていますので、はい。最初に出したね、やつと一緒に合わせてですね、まあ放送日、確認しながらですね、まあまあ見ていただければ、いいんじゃないでしょうか。はい、そんなわけでですね、まあまあ今期というかまあ終わりまして、秋アニメから見ていこうと思っている作品について一応ね、放送順のスケジュール表を出してですね、僕が見ようと思っている作品を、紹介させていただきました。まあ言ってあんまり詳しいね、紹介はできていないんですけど、あんまり詳しい話しない方が自分はその、新鮮に楽しめるかなっていうような感じで思っているので、はい。まあ、紹介するものとしてあまり良くないのかもしれませんが、ご一緒いただける方はですね、一緒に楽しんでいっていただければ幸いです。はい。夏アニメもね、皆さんと一緒に本当に楽しませていただきましたので、また同じようにね、楽しんでいい経験ができたら嬉しいと思っています。で、まあ、一応今回ね、共有させてもらったんですけど、例えばまあ、ちょっと修正とか間違ってることありましたら、コメントとかでね、教えていただいても、構いませんし、まあ、例えば、その、〇〇のサイトで無料配信されてますよ、これ、とかですね。まあ、その、原作ありの作品は僕はあんまり見ないんですけど、まあ、例えばそれを見た方がね、そのコメント見た方がですね、興味を持つかもしれませんので、〇〇っていうね、作品が秋アニメね、アニメ化されてですね、ここで配信見れますよ、みたいなね、そういう宣伝をね、言って、まあ、していただけるとですね、まあまあそういう興味を持った方が見に行かれるかもしれません。まあ、URL 貼っちゃうと多分弾かれちゃうとは思うんで、〇〇っていうサイトでね、無料で見れますみたいな、ね、お得情報は全然、募集しておりますし、はい。で、まあ、よくあるのが、まあ、2期、〇〇の2期みたいな続編見ないんですかみたいなことを聞かれることもあるんですけど、まあ、大抵の場合は大体1期を見てないパターンだと、思っていただければと思いますし、僕があんまり見ないジャンルだから、チェックに入っていないっていうことに、なってると思います。はい。まあ、ただ、まあ、その見落としもあると思うんで、それこそ春とか夏とかね、一緒に楽しんでいただいた方が、いやいや、遠山徹がこの作品見ないのおかしいやろってね、思われる方はですね、一応またタイトルを教えていただけると一話はチェックするかもしれません。はい。まあ、そんな感じで、まあ、皆さんとね、秋アニメも一緒に楽しんでいけたらというふうに思いますので、はい。またね、個別の動画か、もしくはライブの方でですね、感想を共有していけたら嬉しいかなというふうに思います。では今回はこれぐらいにしておこうと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。